ハンリット HD-1 アンリオ HD-1 は第一次世界大戦中にフランスで開発されたタンザ戦闘機である。フランス軍航空隊では同時期に登場したスパッド7が用いられたために実戦には使われなかったがベルギー、イタリアに供給されて大きな成功を収めた。全生産機数約1200機のうち 831機がイタリアにおけるライセンス生産であった。アンディオ社は戦前一連の先駆的な単葉機を作り上げたが、1916年 HD-1 を送り出す前には、イギリスのソピース社のライセンス生産会社となっており、有名なソピース1ストラッターの生産を行っていた。HD-1 は明らかにソピース機の特徴を受け継いで作られた。 戦闘機で頑丈だが軽く簡潔なラインと低い翼面荷重を持っていた。特に胴体上で上、翼を支える支柱は、ソッピース1ストラッターの名称の由来となった長い支柱と短い支柱を組み合わせた W 字の形式が踏襲されていた。一方、本家であるソッピース社が同時期に製作したソッピースキャメルとは逆に独自の特徴として、 下翼は水平で上翼にのみ顕著な上、返りズノをつけており、操縦士の視界を良くしていた。110馬力のルローンロータリーエンジンを搭載し、目覚ましく速いとは言えないものの、運動性は高く、操縦士にとっては安全で飛ばしやすい飛行機であった。ただし、同時期のより強力なエンジンを積んだ機体と競り合える、上昇性能と航空性能を持たせるためには、搭載する。 ビッカース機銃は一丁に限らなければならなかった。機銃は左辺にオフセットされて装備されており、不士木の際に操縦士が重尾に頭を打ちつけずに済んだ。ただし、HD-1 を多用したイタリア航空隊では中央に装着する方を好み、後にはベルギー航空隊でも中央装備を採用した。少数の機体は特別装備として対飛行線。 大観測気球攻撃用に主翼支柱へ計8発のルプリエールロケット弾を装備可能である。イタリアではバレーゼのニューポール末期社において1917年から1919 19年の間に約900機がライセンス生産された。HD-1 はニューポール17に代わる新型機として開発されたがフランス航空隊は代替機として スパットセブンを選んだため、結局余剰となってしまった。数機はフランス海軍に供給されたが、うちいくつかは後にアメリカ海軍に渡された。海軍用のアンリオは尾翼を増積し、フロートをつけた水蒸気に改造、もしくは最初からその形態で生産された。フランス本国における初期の量産機の大半はベルギー軍向けに転用された。しかし、 同盟国で不要とされた戦闘機を押し付けられたベルギー軍航空隊で HD-1 は有効性を立証することとなった。HD-1 は対戦終結までベルギー軍航空隊の主力戦闘機として使われた。中でもベルギーのトップエース、ウィリー・コッペンは HD-1 で最も成功を収めた操縦士で機体は目も覚めるようなブルーに塗装され、 ルプリエールロケット弾を装備していた。なお、彼の撃墜数は35機であるが、うち32機は観測気球で世界的にも珍しいバルーンエースでもあった。また、少数の HD-1 がイタリアに輸出され、さらに多数がイタリア国内で生産された。イタリアにおいて HD-1 はニューポール機だけでなく、すでに供与されていたスパットをも代替することになった。 イタリア軍操縦士には HD-1 はスパットサーティン以上にオールラウンドな戦闘機として好まれたためである。ベルギー同様、イタリアでも主力戦闘機として使われ、1918年11月時点で活動中の戦闘機18個中隊のうち17が本機を装備していた。戦後、スイス空軍は若干の HD-1 を使用した。また、 アメリカ海軍交渉において10機が制作されて主に練習機として使用された。また、艦上機として試験された機体は比重2丁を装備していた。1機はイギリス海軍向けに車輪前方に水切り翼、主翼下に浮き袋を持った形態に改造された。ありがとうございます。